HZM は日本のミュージシャン、ピアニスト、キーボーディスト。かつて侍ジャズバンド、ペズのキーボーディストだった、キーズミマサユキ、シーナリンゴの率いた東京事変第1期の鍵盤奏者として、デビュー曲、群青美よりを手掛けた HZM、ジャズトリオバンド、HZ リオのピアニスト、HZM と、いくつもの顔を持つ。 体全体を使って音を表現する極めてアグレッシブでアクロバティックな鍵盤プレート、ロッケやジャズを軸としながらクラシック、ラテン、ヒップホップなどの素養を感じさせる幅広い音楽性。それらを支える確かな演奏テクニックは多くのファンやアーティストからの支持を得ている。超絶技巧に加え実験性と高度な芸術性が融合した超人的パフォーマンスは 無重力奏法と形容される。中学生の頃は雑誌で紹介される音楽を片っ端から聴いていて、特に TM ネットワーク、ホテイトモヤス、ユニコーンなどの日本のロックが好きだった。その頃に音楽教室の先生からチックコリアやハービー・ハンコックといったジャズの巨匠たちを教えてもらい、ジャズやフュージョンに惹かれていった。高校に進学するとテクノや打ち込み系、 当時流行っていた、ジャミロクワイのようなアシッドジャズなどをよく聴いていた。また使用していた機材に入っていた、デモ曲も好きで、そこからインスピレーションを受けて作曲することもあった。ペズとしての活動、および他のアーティストをサポートする際に使用される。ソロおよび HZ リオでの活動の際に使用される。花を青く、まぶたを黒く塗ってピエロ風の格好をする。またこの名義が誕生して、 以降は、他のアーティストへの楽曲提供、アレンジプロデュース、あるいはコラボ活動等は、主にこちらで行っている。東京事変での活動において使用された。読み方は、HZM。当初、東京事変がまだ、シーナリンゴのバックバンドだった頃にサポートメンバーとして参加した際は、ひいずみまさゆきの名義を使用していたが、バンドのデビュー宣言に伴い変更した。もともとは、 ヒーズミの略称であったが、後にヒーズミマサユキの略でも、かとした。HZM とヒーズミマサユキは、同一人物であるが、設定上は、お友達、知り合いで、あくまで別人だと主張し、同一人物だということを、やんわりと否定している。そのため、お互いの作品を宣伝するときには、お友達の HZM くんが、お友達のヒーズミマサユキくんが、 という言い方をする。また、東京事変時代のバンド名義、HZM を名乗っていた時には、まだ別人だという設定はなかったため、シーナリンゴは、ロッキン ON ジャパン市場で、HZM のことを、ヒーズミ君が、と発言している。インタビューで、HZM が、ヒーズミという名前がファーストとしてあり、僕はセカンド。本当の自分は多分、サードと表現したこともある。 2012年7月の日カーディオで HZM が、ひーずみまさゆきははとこ、HZM はいとこと発言している。物心がつく前から自宅にあった足踏みオルガンで遊んでいたが、4歳になってピアノ教室へ通うようになり、小学校の低学年の頃には自分で曲を作るようになる。 次に教室にあったエレクトーンに興味を持ち始め、頭の中で思い描いた音のイメージを具体的に再現できる打ち込みにも熱中するようになる。1992年2月2日、中学2年生でジュニアエレクトーオンフェスティバル91全日本大会に関東甲信越地区から出場し、自作曲イリュージョンを演奏して中学生部門堂賞を受賞した。 高校入試を経て、音楽大学の付属高校に進学し、数少ない男子の中で、クラシック以外の音楽も好きな人たちと、意気投合して、バンドを組み、ジャズやフュージョンを中心に演奏し、時々オリジナル曲もやるようになる。1995年、G7 情報通信関係閣僚会議に参加し、世界各国から41名で会議する。高校を卒業して、 国立音楽大学作曲家へと進むと、1999年に、そこで知り合ったメンバーを中心に、ペズを結成する。同年10月15日、渋谷の路上を中心にストリートライブを開始する。2013年、2019年、2021年。ありがとうございます。